色画用紙を使ってとっても簡単に作れるカーネーションです。八つ切りの画用紙を4つに切ります。その1つ分を細長く折ります。しっかり折り目をつけたらもう一度折ります。ここでもしっかりと折り目をつけてください。短い方の端をホッチキスで留めます。長い方の端はハサミでギザギザに切ります。ハサミはギザッコを使うと重ねた画用紙でも簡単にきれいにギザギザに切ることができます。ギザギザの山が揃うように気をつけて切るとより仕上がりがきれいになります。ギザギザに切れたら一番端のホッチキスのところを斜めに切り落とします。次は上が少し広い台形になるように切ります。その次は下が少し広い台形になるように切ります。これを繰り返して花びらをたくさん作ります。台形の長い方が15ミリぐらい、短い方が7ミリぐらいに切りましたが、少々不揃いな方が花びららしくなっていいと思います。緑色の色画用紙で額を作りましょう。八つ切り画用紙の4分の1の大きさだと縦が13センチ5ミリになりますので、それを3等分して4センチ5ミリの幅に切ります。さらにそれを3等分して一辺が4センチ5ミリの正方形を3つ作ります。できた正方形を4つ折りにして小さな正方形を作ったら、そこに額を書きます。上がギザギザで下が丸い形になるように書きましょう。形が書けたら4枚重ねて切っていきます。開いてみてうまく切れてないところがあれば、その時切り離しましょう。額は全部で12枚できます。この額の裏から花びらを貼っていきます。まず真ん中に1枚、そしてその両端に1枚ずつ、最後にその両端にもう1枚ずつ横向きに貼ります。表側から見て花びらの形を整えて出来上がりです。真ん中と両端3枚貼ったところまででやめると開きかけの花ができます。花びらを2枚だけ貼ると開き始めた花ができます。2枚貼った花びらの角を丸く切り取るとカーネーションのつぼみができます。花ができたら白い紙を型抜きパンチで抜いて霞草代わりにして一緒に飾りましょう。花束のようにして飾るととても綺麗です。